はい、谷口君。公明党の鰐淵洋子でございます。よろしくお願いいたします。法案の質問に入ります前に、まず持続化給付金について質問させていただきます。持続化給付金はいまだかつてない制度でありまして、これまでのさまざまな支援と比べましても相当のスピードで給付をされていると思っております。しかし一方で、申請したがまだ給付されない、自分の申請がどういう状態なのかわからないといった声が今も届いております。また執行体制が委託再委託と多重構造になりすぎて極めて不透明で信頼できないと厳しく残念の声も届いております。このような国民の皆様の声、疑念に対しまして政府としてどのように取り組んでいくのかお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。5月1日に持続化給付金の申請が始まりました。そしていまだに給付できていない方がおいでになることを大変申し訳なく思っております。持続化給付金は200万を超える事業者の方々に3密を避けながら迅速に多くの方に確実に給付する前例のない困難な事業であると思っております。第一に迅速な給付のために申請書類は前例のないレベルまで簡素化、定型化をいたしました。さらに審査を行うスタッフを2900名採用し、審査実務ができるように研修、教育をし、迅速に審査できる体制を整備をいたしました。第二に200万を超える事業者からの申請、給付に耐えられるシステム作りであります。3密を回避するためにウェブ申請とし、1分間に同時に600の申請にも対応できるシステムを実現をいたしました。申請開始から今日までまだダウンをしてはおりません。さらにウェブ申請に不慣れな事業者に配慮し、約5000人を全国540箇所に配置をし、ウェブ申請サポートを行う窓口を設置をいたしました。さらに全国2200箇所の商工会、商工会議所に相談体制を拡充をしております。ウェブ申請が当たり前の時代になれば、こういうサポート体制いらないと思うんですけれども、ウェブ申請の今、端境期というか、また導入期でもありますので、こういった形で、あまり慣れてない方に支援をしようということで、この費用がかかっているということであります。第三に確実な給付ということで、一般競争入札の結果、6万件を超える事業者の補助を執行した実績を持つサービスデザイン推進協議会を採択をいたしました。こうした取り組みにもかかわらず、給付の遅延や執行の不透明さ等について、国民からさまざまなご指摘を受けていることについては、大変重く受け止めております。まず、給付の遅さについては、これまでも未給付から2週間程度経過した場合に、マイページやメールの連絡を強化しておりますけれども、それでも残る案件について、専門の個別フォローアップ体制を新設をし、電話等での連絡をさらに強化していく方針であります。今までは個別の対応というものはしておりませんでしたけれども、申請番号等を言っていただいて、対応していくことも今、検討を進めているところでありまして、できるだけ早い時期にこれも実施をしたいと思っております。執行の不透明さにつきましては、今回の予算は、事業終了後に商標類を厳格に確認をして、生産をする仕組みでありますが、さらに、今、執行中でありますけれども、使途不明なお金は支払わずに、これまでの支出の妥当性を確認するために、今月中、6月中にも通常行わない中間検査を実施をして、その方向性、しっかりと確認をしてまいりたいと思っております。また、省内の委託契約のルールにつきましても、入札前の企業とのコミュニケーションの取り方など、外部有識者の意見を得つつ、適切なプロセスについて検討をしていくということで、今、その体制を急ぎ、検討をしているところであります。国民の皆様のご批判にしっかりとお答えしつつ、事業者の事業の継続と雇用の維持を何としても守り抜くという、何より重要な使命を果たしてまいりたいと思っております。鰐淵洋子君。ありがとうございました。
今の大臣からもおっしゃっていただきましたが、申請している方に一日も早く迅速に給付するように対応していただくことと、あと今後のフリーランスの方、今年創業される事業者に対しての支援対象も拡大されるということで、さらに大変な作業が重なってまいります。重ねてになりますけれども、迅速な丁寧な対応ということでお願いしたいと思いますし、また合わせましてこの事業の支出の妥当性と、またこの経産省の委託契約のルールにつきましては、しっかりとこの透明化、適正化が図れるように徹底して検証もしていただきたいということで、重ねてお願い申し上げておきたいと思います。でもう一つ確認をさせていただきたいと思いますが、先日の報道で持続化給付金の担当部局である中小企業庁の長官が事業の執行業者の理事と何らかの特別な関係があるのではないかといったことが報じられております。この報道について真実はどうなのかお答えいただきたいと思います。中小企業庁前田長官。お答えいたします。私が商務情報政策局の審議官時代の2017年3月に米国アメリカに出張いたしまして、ワシントン DC で米国のサイバーセキュリティ関係者と意見交換を行った後、オースティンを訪問いたしました。その目的はサウスバイサウスウェストで意見交換や視察等を行ったと行うためでございましたけれども、これは業務に関連する出張でございまして、報道にありますような旅行ということではございません。またサウスバイサウスウェストはコンテンツやスタートアップの関係者が集まり、最先端技術が披露される世界規模の見本市でございます。そこでの意見交換や視察は、担当の政策分野に大きなインプリケーションがあるのではないかというふうに考えておりました。このイベントの期間中に来訪者が多く、ホテルの予約が非常に困難であったところ、このイベントへの参加を考えていた知人の一人がシェアハウスを借りて複数の知人と一緒に宿泊しようとしていたため、私も参加をさせていただくことになりました。シェアハウスを借りた費用やアパートでの飲食費は他の宿泊者と同額の21万円をこの知人に支払っております。宿泊したアパートでサウスバイサウスウェストに参加している日本人等を100人規模で招き、懇親会を開催していたと、こういうことは事実でございますが、ここでの飲食費は、自分を含めた宿泊者が支払った21万円の中に支払われていたものと承知をしております。報道されている方とはサウスバイサウスウェストの会場で、ホテルのロビー、ホテルの近くだと思いますが、話をしたことの記憶はございます。またその懇親会にも居合わせているというふうなことを記憶しております。報道の中にはパーティーへの参加によって国の仕事を受注したようなコメントも掲載されておりますというふうに思いますが、国の予算事業の発注先は失礼、会計関係の法令や内規にのっとって選定されているため、そういう事実はないというふうに思っ、そういう事実はございません。このように問題はなかったと認識しておりますけれども、このような記事が書かれ、そういうような点につきました、そのような点につきましては反省をしておりまして、今後は誤解を招かないようにもっと緊張感を持って職務に取り組んでまいりたいと存じております。森口洋子君。はい、長官は言うまでもなく、この事業者の事業の継続と雇用の維持のためにしっかりと働いていただかなければいけない責任者の一人でもありますので、この後も質問が続くかと思いますが、しっかりと説明責任を果たしていただいて、本来のやるべきことにしっかりと緊張感を持って取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。それでは法案の方の質問に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、大きな影響を受けた中小企業、地域経済を少しずつ再生していくために多面的な支援をすることが重要だと考えております。で、特に感染症対策のために新しい生活様式の下で人との接触を極力減らすということが可能となるキャッシュレス決済や EC サイトの活用は今後より一層の広がりが求められることが予想されております。今回の法案はこのような状況下の下でどのような役割を果たすのかお伺いしたいと思います。長野経済産業大臣政務官。森口委員にお答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、今後新しい生活様式の下でキャッシュレス決済や EC サイトの活用がさらに進むことが予想されます。これらの決済手段の活用は地域経済を支える中小企業の新たな販路の獲得や地域経済の再生に役立つことが期待をされます。本法案は決済テクノロジーが進展をする中で、利用者がこうした多様な決済手段を安全安心に利用する環境を整備するものでございます。具体的には少額の後払いサービスや従来より精度の高い新たな限度額審査の手法が登場していることを踏まえ、
テクノロジーの進展に対応した規制とする、また決済代行業者や QR コード決済事業者等の新たに大量のクレジット番号等を取り扱う事業者が出現している中で、これらの事業者をセキュリティ規制の対象に追加をする。で、こうした措置を通じ、利用者が新たな決済サービス等を安心をして利用できる環境を早急に整備をしてまいります。で、そして、ひいては新しい生活様式の下での中小企業の事業展開や地域経済の再生を下支えする基盤となるというふうに認識をしております。谷口洋子君。はい、ありがとうございました。このキャッシュレス推進における課題ということで、関連して伺いたいと思いますが、このキャッシュレス決済を推進することは、消費者にとっても利便性を向上させるということで、しっかりと進めていきたいと思うんですけれども、しかし、一方で課題もありまして、この先ほども申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、経営難に陥っている事業者が多い中で、手元に資金がすぐに得られる現金に比べまして、キャッシュレス決済は、決済時と入金時にタイムラグがございます。で、手元に少しでも現金を多く持っておきたい事業者にとっては、これは大きな課題であると思っております。また、これも今までも言われておりますが、加盟店の手数料等の負担が大きい、また大きくなるといった事業者の皆様からもそういう声が届いております。この2つにつきましては、特に小規模事業者にとっては非常に深刻であると思いますが、このキャッシュレスを推進するにあたりまして、入金までのタイムラグ、そして手数料負担の方が大きいというこの課題について、何らかのやっぱり対策を講じなければ進んでいかないと思っておりますけれども、この件につきまして、経産省の見解、取り組みをお伺いしたいと思います。中野経済産業大臣政務官。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえまして、実店舗において現金に触れないため、衛生的という観点から、キャッシュレス決済に注目が集まっております。一方で、中小店舗へのさらなる普及促進にあたりましては、委員ご指摘の手数料、あるいは入金のサイクル、これが課題となっているというふうに承知をしておりまして、大変重要なご指摘をいただいたというふうに思っております。この点、最近は手数料をゼロに設定するものや、入金サイクルにつきましても、入金が最短翌日のものや、月6回の入金を選択できるものなど、中小店舗としても導入しやすい決済手段もさまざま登場しているところであります。で、このため、ポイント還元事業では、決済事業者に対しまして、手数料や入金サイクル等のプランを公表するということを義務付けております。で、この結果、何が起きたかと申しますと、決済事業者間で市場競争が働いたと考えております。本事業に参加をしている店舗が支払っている手数料の平均は、約 2.4% まで下がったところであります。で、このように見える化というのが、手数料の引き下げ等に効果的な手法であるというふうに考えております。経済産業省としては、今月10日に、キャッシュレス決済の中小店舗へのさらなる普及促進に向けた課題や方策を検討するために、業界関係者や有識者からなる検討会を立ち上げたところであります。本検討会での議論も踏まえまして、手数料や入金サイクルの継続的な見える化など、さらなる手数料の低減が可能となるような環境整備について検討するなど、キャッシュレス決済の定着普及に必要な対策に全力で取り組んでまいります。谷口洋子君、はい、ありがとうございました。ポイント還元事業も行われまして、この中で高齢者の皆さんの利用率がまだ低いんではないかとか、あと地方においてそういう利用する機会が少ないとか、そういった課題もあったかと思いますので、そういったことも含めてしっかりと総括をしていただいて、今申し上げたこの2つの課題もしっかりと対策が進むようにお願い申し上げておきたいと思います。ですいません、時間の関係で最後になるかもしれませんが、ちょっとまとめて聞きたいところがございまして、この EC サイトをはじめ、少額の後払いサービスが多く登場してきておりますが、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者に対して、今回、登録制度を創設する必要性とその内容について、簡潔に伺いたいと思います。あわせて、消費者保護対策、これも重要になってくるかと思います。不当な事業者の参入防止や消費者保護に関する経産省のご見解も併せてお伺いたいと思います。経済産業省藤木大臣官房商務サービス審議官。お答え申し上げます。まず一つは少額の分割後払いサービスでございますが、今ご指摘ありましたが、 EC モールや通信キャリア等の業種からの参入を含めて少額の後払いサービスが登場してきておりまして、この中では一括払いだけではなくて分割にしたい、あるいはボーナス払いにしたいといったような声もあるというふうに承知してございます。そういうことで従来のサービスとは違う事業規模やリスクということでございますので、これに見合った形
での新しい登録制度を新設するということにしたいと思っております。一つは純資産要件について、例えばグループで要件を満たしていただくといったようなこと、解除前の最高期間を7日から8日ということで短縮するということ、一方で消費者保護の規制やセキュリティ規制については、一般のクレジットカード事業者と同等の規制を果たしていただくということで、メリハリのついた規制を規制制度としていきたいと思ってございます。それからもう一点、やはり消費者保護という観点からは不適当な事業者の参入防止ということは大変重要なことでございます。特に若年層の利用者ということが増えていくにあたりまして、安全安心な決済環境というのは非常に重要であるというふうに思ってございます。少額分割後払いサービスの登録にあたりましては、事業者の方でそうした消費者のための体制がしっかり取れているか、あるいは限度額審査がしっかりとした手法で行われているかどうか、こういったことをしっかり確認していきたいと思っておりますし、また過剰予診防止という観点からは、信用情報、指定信用情報機関の使用、これを義務付けていく、さらには適切な苦情処理といったようなことについても取り組んでまいりたいと思います。合わせて若年層については、こういったクレジットに対する教育ということも重要であると思っておりまして、こういったことについても引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。谷口洋子君。以上で終わります。ありがとうございました。次に。